ピューロランド。つってもあくまでサテライト会場で、アトラクションやショーの一部が体験できるだけなんだろ。そうだけど、まるで本当にサンリオピューロランドに来たみたいな雰囲気を味わえるんだって。今日は父さんの用事で練習見れないから、たまに息抜きしとけって言ってたし、久しぶりに羽を伸ばしちゃおう。だからって高2にもなって。アキトはキティちゃんたちのことがあまり好きではないのか。いや、そういうんじゃねえけど。もういいじゃん、ハルカたちのステージや天馬先輩たちのショーもあるし、それを見に来たと思えば。ああ、どんなものなのか楽しみだ。そうだ、改めて開演時間の確認を。それならメモしてきてるよ。はい、これ。すまない、助かる。他にもいろいろ書いてあるな。入場後最初にすること、整理券の受け取り方、アトラクションからアトラクションへの最短ルート。あ、こんなに調べてきてくれたんだ。さすがだ、テニランマスターの名は伊達ではないな。みんなとの久しぶりのお出かけだし、ピューロランドが楽しみで張り切っちゃって。ねえねえ小羽、私ハルカたちのステージの他にも見たいのがあるんだけど、それもいけるかな。ステージ？ルートを考えてみるから教えて。何笑ってんだ、まだ入ったばっかりだってのに。どこを見ても楽しそうな人たちで溢れていて、いいなと思ってな。はあ、つうか、お前も今からそこに入っていくんだろうが、他人みたいな感想言ってんじゃねえよ。確かにそうだな。青柳くん、東雲くん、お待たせ。回る順番考えてみたから見てくれる？あ。あれ？あそこでショーしてる子たちって誰？ルロロマニックっていう子たちで、悪魔なんだって。悪魔？でもかわいい。ねえ、ちょっとだけショーを覗いていかない？あの黒い頭がトゲトゲしている子は鳥か？ああ、バツマルか。あいつペンギンだぞ。へえ、知ってるなんてちょっと意外かも。小さい頃、あいつの絆創膏が家にあって、よく使ってたんだよ。小羽、見て！このコロコロクリリンっていう子、小羽にそっくり！ハムスターだからか。大体のところは見て回れたね。あ、あとは、司先輩たちのショーが見られれば。あれは青柳くん？クレーンゲーム、こういったものも置いてあるんだな。急にどこ行くのかと思ったら、ゲームコーナーかよ。わ、どの景品もかわいい。ほら、このでっかいぬいぐるみとか。ポチャッコくんのぬいぐるみだね。でもうつ伏せになっちゃってる。誰かが挑戦して失敗したか、あるいは元からこう置いてあったのか。デフォルメされていて、頭が体より少しだけ大きいな。だが後ろに飾ってあるポチャッコたちはきちんと座っているし、重心自体はお尻の方にありそうだな。それならまずは足を持ち上げて、頭を支点に転がせるか試して。あれ、おーい、
どうや。こいつ、取る気だな。え？みんな、取れたぞ。すごいね。コロコロって転がして、あんなに簡単に取っちゃうなんて。ほんと、どうやってクレーンゲーム上手だよね。それはいいけどよ。持って帰れるのか？親父さんになんか言われんじゃねえの？そうだな。せっかくならこのまま連れ帰ってやりたいが。ポチャッコくん、かわいいね。この垂れ耳、多分ワンちゃんだよね。そうだな。タグにプロフィールが書いてあるようだ。好奇心旺盛で、おっちょこちょいで、ちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きな犬の男の子。なんだよ。いや、なんでもない。身長は大好きなバナナアイスのラージサイズのカップ4個分。体重はふわふわタウンの人参畑でたまに取れるお化け人参3本分。え、人参？なんだよ、こっち見んな。ポチャッコか。やはりこの子は連れて帰ろうと思う。喜ぶと思うよ。その子、おっちょこちょいみたいだし、落ち着いてるトウヤとは相性いいかもね。いや、こいつも好奇心に任せて思いもしないことするからな。どっちかっつうと似た者同士じゃねえの。だったらなおのこと、誰かに引き取ってもらうよりもうちに来てもらいたいな。うちでいいか、ポチャッコ。いいよ。それ、ポチャッコくんの真似？そんな感じだったか。やるならもうちょっと寄せろよ。え？似てなかった？さっき見かけたショーの感じを頑張って思い出しながらやったんだけどな。あ、そうだ。そろそろ広場に戻って場所取りしないと。そっか、テーマ先輩たちのショーもうすぐだもんね。どうや、行くぞ。ああ。ポチャッコ、スカサ先輩たちのショーはとても面白いぞ。お前も一緒に楽しもう。